中村夏樹のイチョリバスイング。皆さんこんにちは、中村夏樹のイチャリバスイングの時間です。この番組は私沖縄民謡を歌っております中村夏樹がジャズと沖縄民謡をテーマに毎週木曜日13時から14時に FM 那覇よりナイスなミュージックを皆様にお届けするという音楽番組です。この番組音楽番組ですのでリッスンラジオというアプリからお聞きすることをお勧めいたします。リッスンラジオ FM 那覇のホームページよりダウンロードができます。ぜひぜひリッスンラジオからお聞きください。そして今週私たちは韓国でのライブのため今週は収録となります。では、先週に引き続き今週も、夏木トリオのリーダー小浜さんにゲストに来ていただきました。はい、皆さんこんにちは。はい、小浜忠さんです。はい、小浜です。はい、今ね私たちは、韓国ツアー真っ只中ということで、うん、韓国に行ってますね。はい、はい、どうなるんでしょう。楽しいことになってると思いますよ。そうですか。これもともと小浜さんなんかどういうつながりで韓国に呼ばれることになったんですか。もともと友達のつながりで、はい、韓国からジャズミュージシャンが来てんだけど、はい、一緒にセッションとかできますかっていう話になって、うんうんうん、あ、じゃあセッションだったらいいですよっつって、うん、このジェイボンとミミーっていう、はい、ジェイボンがドラマーね、はい、でミミーが、ピアニストなんだけど、うん、で本当はトリオで、ベーシストが中国人のベーシストがいるんだけど、うん、彼はこう来れる時期とかがいろいろあって、うん、でまあまあ2人が来ました、沖縄来ましたで一緒にやっててもう楽しくって、じゃあ、今度来る時は仕事作ろうねっていう、ライブ一緒にライブしようねっつって、うんうん、やって、まあ、沖縄で友達になったってことですね。あ、まあ、そうそうそうですね。要約して話してください。すみません分かんないから、みんなミーミーとか言われても歴史を全部言わないといけないのかな。あ、いえいえ、そんなことないです。要約していってください。要約チャンネル好きでしょ。要約できるかなあれね、ということでね、そんな感じで私たちは今週韓国に行ってるので、はい、この番組は収録となります。はい、2023年先週明けたばっかりの、第1回目のイチャリバスイングでしたが、うん、第2回目今日は1月12日、うん、ちょうどソウルから何ドンだっけ、なんとかドン地域場所の名前を覚えきれないっていうっていうところに移動してる頃ですかね。ソウルからもね、韓国からも私たちこの番組聞きたいと思いますので、リッスンラジオで聞けるんで。ああ、そうだ、すごいね。そう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 、ちゃんとチェックしていきたいと思います。ではではですね、今週のジャズと今週の沖縄民謡なんですが、まあ、今週のジャズはですね、その、私たちを韓国に呼んでくださったアジアンジャズトリオ、はい、そのミミさん、ジェイボンね、ジェイボンさんがやってるバンド、うん、はい、で、ジェイボンさんと、あと中国人の方と、中国人、そうそうそうとね、やってるんで、アジアンジャズトリオさんのザ・ムーン・リプレゼンツ・マイ・ハート、リプレゼンテ、リプレゼンテ、ツ・ツ・リプレゼンツ、これ、あとでいいのかな、これテレサ・テンが有名にした、月は何でも知ってるかな、月は私を知ってるかな、私の心を、月が私の心を表してるっていう、ね、あ、なるほど、中国語で、わ、わ、リャン、ユ、ユイリャン、覚えてないことを言わないでください、公共の電波で。はいはい、ごめんなさい、はい、テレサテンさんの曲のカバーということで、アジアンジャズトリオのザーン・ムーン・リプレゼンツ・マイ・ハートという曲と、あと今週の民謡はですね、まだ、1月で今年も始まったばっかりということなので、うん、なんかこう気合い入れようということで、ザンザブロ、糸数亀さんのザンザブロ、そして月亮表現我的心、これ、あ、ごめんごめんごめん、進行があるんで邪魔しないでくれます。すみません。はい、糸数亀さんのザンザブロと、秀勝さんのミルクムナリから、お届けしたいと思います、はい。それでは今日の民謡、今日のジャズお聞きください。よっと、
中村夏樹のイチャリバスイング、今週は収録でお届けしております。はい、1月12日、やっとね今月も新年も半分まで来ましたね。あと2日ぐらい、約半分、もうここから半分かなと思ったけど、うん、ね、今私たちは韓国ということで、はい、寒いでしょうね。寒いと思うよ。うん、コハムツさんは冬の韓国行ったことあるんですか？あるある、クリスマスに行ったことあって、はい、もうマイナス 何度マイナス9度10度わだからなんかそれ沖縄の冬服で行ったから全然足りない大丈夫って言われたもん。大丈夫じゃなかった。そうそう、これで大丈夫って、うん、全然大丈夫じゃないで新しく買ったんでしょ。そうそうそうそんなね、なので、ね、先週からちょくちょく韓国特集を私たちこの番組でしてて、はい、今日も後で、韓国の、うん、民謡歌手、民謡っていうかね、うん、伝統音楽歌手の特集をさせていただきたいと思っておりますが、先週さ俺のソロの前に消えたんだけど、あ、先週の話はもうみんな忘れてるから、あ、そうなの、急に先週の話をしないでくれますか。はい、はい、ということでですね、まあ、夏木トリオといって、うん、小浜田さんと一緒に沖縄民謡とジャズを、融合させたこのバンドっていうのを私たちやっていて、まあ、今回その夏木トリオの演奏もちょこっとさせてくれるということで、はい、韓国へ行ったんですが、まず一番最初夏木トリオの前身ともなる活動というかが、うん、そもそも台湾だったんですよね。あ、そうだね。そう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 、はいはい、で、この2年3年ぐらいちょっとコロナがあって行けてなかったんですけど、うん、その台湾で初めて小浜本さんとお会いした時は全然そういう要素私も小浜本さんもなく、まあただその東証音楽祭っていうツアーで出会って、まあそこに沖縄のアーティストと、台湾の原住民のアーティストが一緒にこうコラボしてツアーを10日間ぐらいかけて、うん、原住民のそれぞれのね、村とかに行きながら演奏するっていうツアーで出会ったんですけど、なんかその後に、台湾でジャズプレゼンツみたいな、小浜本正プレゼンツみたいな、その東証をやった、うんうん、主催者の方が呼んでもらった時に私もメンバーで入っていて、でその時にジャズの楽曲を沖縄民謡でなんかやろうみたいな感じで、俺はずっとやってるわけだ。あ、そうですよね。もともとやってて、うん、でそのね、こうやる機会がなかったっていうか、なんか、うんうんうん、あ、これだなって思う人に出会ってなかったので、うんうんうん、で当初で、中村夏樹さんに出会って、はいはい、あ、これじゃいけるんじゃないですかって言って、この人ボーカルでいけるんじゃないですかっていう話ですよ。ああ、そうなんですね。うん、でそれで、その台湾で、ジャズ、あ、沖縄ジャズ、うんうん、やりませんかっつって、うん、あ、やるやるってなって、うん、そうで、ね、あの時は高尾秀樹君、うちのバンドメンバー連れてって、そうですね、そうですね、うん、で台湾 のピアニスト、あ、ピアニストじゃない、音楽の先生のピアノ、そう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 大学の先生のね、教授のね、ピアノ弾いてくれて、でその時に初めて多分フライミートゥーザムーンを三振ラインでやるみたいな、そうそうそう、それやって、で、私はなんかあんまピンときてなくて、その時は、うん、知ってるそうそう、え、何すればいいの私、そうそう、クエスチョンマークで本番出る人ってどういうことですかっていう、私何すればいいか全然わかんないって思いながら、まあまあとりあえず言われたことやっとけみたいなぐらいのノリだったんですけどなんか終わって、あ、なんか結構あれはあれで面白かったかもなみたいな、うん、じゃあ小浜本さんになんかちょっと頼んでいろいろ楽曲、沖縄をそのジャズアレンジっていうのにしてもらおうみたいな感じになって、でその夏木トリオの楽曲を作っていて、制作していて発表するまでになって、うん、そうなんですよね。だからこの最初台湾がきっかけだったから、なんかしかもジャズって世界中にあるじゃないですか。沖縄民謡って世界中にはないけど、ね、沖縄の人がいるところには沖縄民謡もちろんあって、ね、で世界中にあるってことだねでもね、こう世界のうちなんち大会っていうのがあると、あれ感動するよね。またそのジャズが世界中にあるのと沖縄民謡が世界中にあるのとは違った意味だから、そう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 、このジャズって本当に世界中にあるなって思うから、うん、なんかこういう形でね、なんか韓国にまた、あ、またじゃあ呼んでもらえて、でジャズやってるから、じゃあ沖縄民謡の私もなんかついてきて乗っかりますみたいなことでできるんだなと思って、それがすごい面白いなって最近思ってます、うん、ね、うん、よかったよかった
いやいや私がこんだけ話してるのよ。いやいやでつうかあのほらあのだからあのもともとあのほらあの、はい、俺パリジャンだったじゃんね、はいはいはい、でパリジャンだった時からも考えてて、うん、で野郎にもこの沖縄音楽してるの俺だけじゃん、はいうん、だからなかなかねそれができなかったけど沖縄帰ってきて、うん、ねこう同じ意識を持ってる人なんかとできるなっていう、まあ、そうですね、うん、なのであの沖縄の先輩方もやってたんだよ、うん、あのその沖縄琉球民謡を、うん、あのジャズにアレンジするっていうのやってたんだけどでみんながねやってきたことだとは思うんですけど、うん、そうそうそうでのもうちょっと先を行きたいなっていうねそうですね、うんまあ、なので結構あの自分が今までやってきたのはなんかこのねアガリティだとかもそうなんだけど、うん、このね沖縄民謡ファンに向けて発信していくというか、はいはいはい、それをやってたんですけどこの夏木トリオっていうのはそうじゃないもうもっと違うアプローチができるなって最近思ってて、うん、今年はなんか夏木トリオ今年は私が育む年だから、はい、自分の音楽を育む年だからちょっとあんま動けないかもしれないけ ど, なるほど、まあ、来年再来年とね夏木トリオをもうちょっと強化して外に出していければいいなと思ってた矢先の韓国だったんで、うん、今とても楽しみにしているとは思います。今楽しんでると思います楽しんでると思います、はい、またねその様子は来週、どうでしたっていうのをお伝えしますので、はい、お楽しみください。はい、中村なつきのイチャリバスイング、今週は収録でお届けしております。いつもですねジャズピックアップアーティストというコーナーをこの時間には、お届けさせてもらってるんですが、今週は、まあ、1月で新年の始まりということで皆さんにももっともっと沖縄民謡を聴いてほしいなということで、今週まで沖縄民謡のピックアップアーティストコーナーにしたいと思います。先週に引き続き上川聖人先生を、特集していきたいと思います。まあプロフィール先週もご紹介させていただいたんですが、上川聖人1932年11月18日兵庫県尼崎市生まれ、沖縄育ちの沖縄民謡歌手、三線の名手でもあり、琉球民謡上川流宗家、琉球古典音楽淡水流名誉師範でもある。愛称は小さな太鼓からセイガーと親しまれていた。また早弾きを得意とし、バチではなくピックで三線を演奏することから沖縄の地味編の異名を持つ。これね、ピックで三線を演奏するというのはピックで六線ですね、セイガー先生が演奏してたのは。三線は基本あのバチだとは思うんですが、はい、豊か節、戦後の嘆き、神殿サーブ節、緑の沖縄など多数作詞作曲を手掛けている。歌詞は一貫して内な口にこだわるという、聖子和先生なんですが、先週はですね結構1970年代の音源で、聖子和先生40代50代ぐらい40代後半って感じかなの、楽曲をいろいろお届けしたんですが、今週は聖子和先生のちょっと年を取ってからの、まあ、渋い感じの、曲をお届けしたいと思います。まずはですね、全然渋くないんですけど、私が上川流に弟子に入りして、2年後ぐらい、19、20歳ぐらいですかね、うん、その頃に聖子先生から夏木これを歌いなさいというふうにお歌をいただきましたで、これ嬉しいことにもう今となっては本当にいい思い出ですよね、うん、聖子先生と一緒にレコーディングをして、うん、聖子先生のお孫さんも一緒に歌ってるんですが、じいちゃんばあちゃん、あ、じいちゃんばあちゃん、はい、という曲をまずかけたいと思います。なんかね、この曲を最初に歌いなさいって楽譜をいただいた当時は私まだ10代なので、なんか子供っぽいなこの曲って思って、私もっと大人っぽい、なんかもっとなんかなんていうの、
しっとりした歌歌いたい、大人の歌を歌わせてくれよ、そうそう歌いたいと思って、うん、それでセイゴア先生のところに弟子入りしたんだからっていうのがあって、なんかね結構一生懸命じいちゃんばあちゃん練習しなくて、子供でしょ、子供だね、そう本当だったらね、こんななんか先生がせっかく作った曲で新曲でお孫さんも一緒に歌わせたいって言ったらさ、死ぬ気で頑張んなきゃいけないよね。ね、その時子供でやさぐれて若い時があったんだねそう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 、こんな曲じゃない私はみたいな感じだったんですけど、はい、今聞くと聖子先生はよく私の声質を理解してたんだっていうのが、ね、すごくわかる曲です、はい、ではでは、そんな10代の頃の私の声と、うん、あと聖子先生のね、渋くなった声をお聞きください。いいね、森川成人じいちゃんばあちゃんです。いいですか。いいですよ、やっぱ子供ですね多分ね、ね、大人になったね多分なんですけど、この森川成人先生の、音源ってたくさん残ってると思うんですよ、うん、でいろんな方とデュエットしたりしてやってると思うんですけど、多分その中で私が一番下手くそだと思う他の人はみんな大御所で素晴らしい人とばっかりやってる。これさ優先でよくかかるからすごいじゃんあ本当、うん、まあでもほら先生と一緒にやる方でみんな大御所の方とかね、まあ、すごい上手な方、ね、うん、初めとかにしてもすごい上手な方とか、ね、私なんでもう一回やらせてくださいっていう。だ立ち位置が孫と一緒なんだよそう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 、いや完全にね本当そうだよね、うん、なんかなんかだからそんだけあれで身内感が強いっていうことでまあ、身内感強いトラックではありますねこれね、すごいですよね、思い出と しか成り立たないような、まあでもだからこれいいんじゃないよ、これ優先で人気曲だしなんか聖子先生のいつもの雰囲気と違う曲だから、うん、あね、またそれもそうだ、ね、おじいちゃんらしい聖子先生っていう、うん、多分それまではなんか破天荒な、うん、荒くれ者の登川先生だったんだけど、はい、このナビーの 恋という映画以降、うん、なんか沖縄の優しいおじいちゃんみたいなおじいちゃんやってるね、そうそう孫可愛がったりみたいな、うん、そういうイメージも徐々にこう出てきたから、はい、なんかちょうどそのイメージ瀬川さんも丸くなったっていうそうですね、お互いというお互いって言っちゃダメだというような、じいちゃんばあちゃんでした。私にとってはねすごい懐かしい曲です。はい、では、続いてお聞きいただきたいのがですね、千奈定夫先生が、うん、のぶりか星人生のね一番弟子と言われてる、ね、ずっと活躍もされてて、瀬川先生は千奈定夫先生のお父様とももうずっと盟友で一緒にされてきて、うん、瀬川先生のうちにもう寝泊まりをしてた頃も これまだ子供の頃です。そうですそうです。いくつぐらいかな、いくつぐらいなのかな、ちょっとそこまでは聞いてない、うん、でも若い頃ですよ、なんか定男がバイクを盗んでとかいう話をしてたから本当
か知らないけどいいんですかね。言わなくていい話なんですけど。あ、そうですかね。なんかそういう話だと、はい、あ、若かりし頃だったんだなっていうのは覚えてみて。あとはなんか数奇かなっていう曲あるんですけど、この曲はまだ佐田尾先生が声変わりする前に瀬川先生が書いて作って、ね、はいはい、それもリコーディングされてて、うん、お林を瀬川先生が歌ってるんですけど、本当、うん、子供の佐田尾先生の、ね、歌も残ってたりして、これもすごい、うん、この数奇かなをかけるわけじゃないんですか。はい、の、佐田尾先生と瀬川先生が、19の春をデュエットしているので、うん、これも歌詞を書いてちょっと面白おかしくなっているので、はいはい、ぜひぜひ、聞いていただきたいと思います。のぼりか星人千奈佐田尾19の春お聞きください。あなたが私に惚れたのはちょうど18花盛り、今さら離縁というならば元の18返してよ。私は18主二十歳、あくれば厄年検査年、私の族の厄よりもあなたの検査が気にかかる。あなた、あなたと焦がれてもあなたには立派な妻がある。なんぼ私が焦がれてもいっそのアワビの片思い、磯の浜辺の波静か、二人手に手を取り合って、いついつまでのちぎりやら、哀れずこの縁結び。朝に咲く花朝顔で、昼に
中村なつきのイチャリバスイング、お聞きいただきましたのはアリラン聖子さんの聖子さんの塾の春、それあの前のコーナーだった、言ってるから、はい、そうでした。はい、塾の春もねかっこよかったですね、うん、アリラン、あの先週俺のソロの前にちょうど切れたからね。そうエンディングでかけちゃったら全然時間が足りなくてすいませんね、うん、ちょっと BGM かけようかな、はい、韓国特集ということで。なるほど、はい、先週に引き続きこの時間も、今週は韓国特集ということで、はい、アリランから私ビジ聞こえてねえよ。え、嘘、聞こえてるよ。聞こえた？聞こえない？おかしいな。あ、まあいいですけど、はい、どうぞどうぞどうぞ。あ、いいんじゃないか、このぐらいで、はい、はい、あの少女時代のG という韓国のアイドルです。あ、はい、BGM でいきたいと思います、はい、では今週も韓国特集ということで、今週はですねキム・ユルヒさんという、うん、韓国の伝統音楽歌手のことを、ご紹介させていただきたいと思います。ユネスコの無形文化遺産に登録された韓国の伝統的民族芸能、うん、パンソリの歌い手。あ、パンソリね。そうなんですよ、パンソリが無形文化財になったっていうことですね。ああ、よかったこの子がなったのか。ああ、キム・ユルヒさんね、うん、彼女の、ことなんですが、パンソリとは何ぞやと、うん、パンソリとは朝鮮の伝統民族芸能であり、だから韓国だけではないんですね、北の方でも、うんうん、歌われてる、歌なんですが、李氏朝鮮時代、うん、1724年から1776年なんですが、うん、李氏朝鮮時代に生まれ、主に18世紀末から19世紀に人気があったとされる、うん、一人の歌い手による歌と言葉、うんうん、そして身振り、まあ、振り付けみたいなもんですかね、うんうん、それに、太鼓の叩き手による太鼓の演奏、うんうん、また別の人ということですね、うん、歌い手と太鼓の叩き手に、うん、物語性のある歌と打楽器の演奏のことをパンソリと言います。 なるほど。なので基本太鼓と歌ということですね、うん、パンソリのことはよく一種のオペラとも例えられ、うん、パンソリのパンは多くの人々が集まる場所を意味し、うん、ソリは音を意味する、うん、多くの人が集まる場所に音楽があるみたいな、うんうん、パンソリという意味みたいですね。パンソリにはかつて12の物語があったとされるが、現在残っているのは5種類、いずれも民間の説話をベースにしたものです。どの演目も最初から最後まで演奏するのに2時間から8時間映画見てる状態だね。そうですね、言われている。2時間から何時間？8時間8時間はどうなんですかね。これは24、1日で見ようとした感じだねまだ半分だけどもう眠いっていうそうですね、24はそうなりますね。あれはね、みんな大体あれで病気するんで寝不足で倒れちゃったり、はい、うん、はい、でパンソリは2003年にユネスコ無形文化遺産に登録された、うん、はい、パンソリの歌い手のキム・ヨロヒさんの歌を聴いていただきたいと思いますね。パンソリ、私たちもあの風の丘を越えてという映画見ましたよね。あの状況だね。そうですね。なんかその映画によるとやっぱ韓国の古い音楽ではあるから、うん、もう流行りじゃないっていうことで、うん、どん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 パンソリのこの旅芸人が、なんていうんですか、時代遅れになっちゃって仕事がなくなってみたいな、うん、なんかそういうような状況があるというふうにも、それは90年代の映画ですけどそういうふうに言われてましたね、うん、聞いてますか？聞いてます、はい。はい、どうでした、あの映画。あの映画はすごい、あのあれ本当は歌手でしょ、あの女優多分ね、吹き替えなのか。吹き替えだとしてもすごい上手だったね、すごかったですね、うん、かっちょいいと思って。そうですね、あの どこで見たんですか、配信は。小松さんは YouTube で見たのかな。いや、YouTube だったか Netflix だったか。 Netflix はない、 Amazon もない。 Unext かな。ユーネクスト俺持ってない。私持ってる。あ、そうなのユーネクストとかいうような気がするんだよな。ちょっと何だったか忘れちゃった。なかなか見にくくて、ネットフリックスもアマゾンもないから。でもすごいいい映画なんで、この YouTube かな、じゃあ。
ですかね、あのぜひ見ていて、風の丘を越えてっていう映画なんですけど、私はもう本当あの若い時に、すごい若い時に見て、かっこいいな韓国こんなのあるんだって言うけど、今みたいに韓国が流行ってないから、こんな韓国の情報ってないんですよね。あ、なかったね。そうそうそう、なくて、特に伝統音楽っていうのはなんかCD 屋さんとかでもワールドミュージックコーナーって結構レゲエとか、うんうん、なんかそういうのは結構あるんだけど、韓国ってすごい少なくて、少なかったね、そうかね。で今みたいにサブスクじゃないからタワレコとか行っても、韓国の音楽ってみたいな歌謡曲みたいなのしか結構なかった気がするから、うんうん、パンソリって全然聞けなかったんですけど、今回これをきっかけにパンソリのその若い歌い手っていうのがこんなにもいて、うん、しかもみんな抜群にうまいっていう、ね、その伝統音楽だけじゃなくて普通の歌も歌わせてもすごいうまいっていうので、やっぱ韓国の進化って本当にすごいなって、うんうん、こういう芸能に関しては、うん、というのを感心しました。ではでは、その、パンソリの歌い手キムユルヒさんのパンソリお聞きください。그때여춘향이가이별말을듣더니마는그어여쁜얼굴이부락부르락커여지며이별초도를내는디와랑뛰어일어서다니여보시오도련님여보여보도련님지금하신그말씀이참마리오동담이오이별말이웬말이오다음따보니말을호작년월타노야사조와이겨도련님은척이않고춘향저는여기앉아。はい、お聞きいただいておりますのは韓国の伝統音楽のパンソリ、その歌い手キムユルヒさんの歌です。すごいです ね。これハングル分かる人だったら今下げちゃダメだよってなってるかもしれないね。物語だからね。物語だから何を歌ってるんでしょうね。今いいとこで、ああ下げちゃったみたいな。なんかね、あのそれぞれの地域のそのパンソリもあるみたいで、うん、なるほど。そう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 、そういうのとかもやっぱマニアックな人はね、調べていく、ね、でもこのパンソリ多分今でもなんかそんなユネスコに登録されるぐらいだから、世界遺産に登録されるぐらいだから、多分なんていうのかな、沖縄の民謡酒場じゃないですけど、なんかそんな感じであちこちで多分聞けるところってありそうですけどね。俺なんか聞いてるかな、聞けるかな、聞けるかな聞きたいですよね。なんか民謡酒場みたいなところあるんじゃないかなって、私はなんかで見たことあって、おうおう、その韓国のあのチマチョゴリ来て、その歌ってる人と太鼓の人2人で舞台にこうやって観光客がわーってそのあの見ているみたいなのが YouTube で見たことあるから、ははもしかして、まあでも寒いからね、この時期あったかい時期みたいですね、こういうのは。部屋の中はあったかいんじゃないの。外だったそれ外だった、どっかの公園みたいなとこだった、うん、じゃあ夏しかやってないやつね、うん、そういうのが、多分見れると思います。はい、キムユルヒさんのパンソリでした。こうやってこのパンソリを聞くとやっぱりなんか難しいというか、なんかキンキンしてるね、うん、肺が上がってるね、肺が上がってる、ちょっと待ってよ、羽織ってますね、羽織ってますね、なんかプスプスプス、でもね下手に触らない方がいいから、はい、はい、こうやって聞くと呼んでこようか、あ、そうですね、うん、
なんかこうやって聞くとパンソリとか韓国の伝統音楽でね、言葉もわかんないし、こう形式もわかんないし、聞きどころというかそういうのもわかんないから難しいと思いがちなんですが、このキムユルヒさん、なんとですね、ダブバンドの方と一緒にコラボしていて、NST and the Soul Source という、バンドが、キムユルヒさんをフィーチャリングしていて、なんとですね、日本では2019年にフジロックフェスティバルにも出演しています。そちらの楽曲も今日は、お聴きいただきたいと思います。キムユルヒさんのダブバンド、ダブバンドとフィーチャリングした、NST and the Soul Source という、バンドの楽曲をお聴きいただきたいと思います。聴いただきましたのは、ダブバン韓国のラブバンド NST and the Soul Source とキムユルヒさんがフィーチャリングしている曲で、日本では2019年にフジロックフェスティバルにもこのバンドで出演しました。いやマジでかっこいいですね。なんかすごい、本当に普通にダブバンドとしてもかっこいいし、はい、戻ってきました。ごはもとさん、今日はなんかあれですね、もうしょっちゅう出たり入ったりして、はい、思うんだけど、実態はここにあるんだけど、多分もう韓国にいるはず。あ、わかりました。はい、はい、というキムユルヒさんのように、どうですか小浜本さん、なんかこういうパンソリの歌唱法を使ってダブバンドとか、かっこいいね。かっこいいですよね。そういうコラボレーションっていう、なんか本当にほら僕らもやってるけど、こうちゃんと融合されてるのかなと思ったら、これかっこいいなと思うな。だから私はなんか
自分が民謡やってるからもともとそのトラッドというか伝統音楽民謡、ね、ワールドミュージックですごい大好きで、うん、なんかこういうのすごいいいなって思うんですけど、この民謡とかに馴染んでない人ってこういうのってなんかなんだろう、ちょっと敬遠しがちだったりするのかな。そんなことないんじゃない、まあ、普通にかっこいいから人気あるんだろうしね、うん、いいのはいいんじゃないいいのはいいですね、うん、ということで、今日も韓国特集、今週はパンソリの、歌い手キム・ユルヒさんの楽曲を、特集させていただきました、はい、またね来週は私たちも帰ってきていてて、いろいろあれですね、あの韓国どうだったどうだったというお話をこのイチャリバスイングでお届けさせていただきたいと思います。今週の韓国特集でした。ジャズと沖縄民謡の素敵な出会い、中村夏樹トリオのファーストミニアルバム Fly Me to the Moon、 音楽配信サイトにて好評配信中。中村夏樹のイチャリバスツイング、そろそろエンディングの時間となりました。早いね、中だからねほとんど業務もやってたから。ああそうかそうか、そうさあということで、今週はねオープニングからいろいろ韓国のジャズバンド、うん、とか韓国特集とか、まあ、瀬川先生の間にあの今度読んでくれるのはあのアジアンジャズね、アジアンジャズトリオですね、うん、あの YouTube とかにあのぜひ聞いてください。ぜひぜひ、あのサブスクでもね配信してて、今はねなんかこのさっき話してて風の丘を越えての話した時に、当時映画とかあとラジオとかで流れてくるあかっこいいなって思う音楽ってすごい探さなきゃ、すごい振らなきゃ見つからなかったじゃないですか、うんうん、でねあの名前を言ってくれたらラッキーで、名前を聞いてもこのアーティストの名前を聞いてもワールドミュージックってすごい難しいから、うん、タワレコとか行ってもあないですみたいなのとか多くて、ね、どうやって手に入れたらいいか分かんないっていうので、私なんか先週も言ったんですけど36カ国行ったって言ってたじゃないですか、うんうん、旅人ってめっちゃ音楽知ってるんですよね。あそりゃ、はい、いろんな現地行って現地で音楽を買って聞いてるから、うん、なんかいろんな国に行ってる人っていろんな音楽知ってるなって思って、そう、ね、そうそうそう、それで自分も外国に音楽聴きに行きたいって思っていろいろ行ったのが始まりなんで、おー、えらい。そうそう、で当時なんか結構バックパッカーとか流行ってたんですよ90年代、はいはい、そうそう、なのでなんかそういう影響もあってあの音楽いろんな音楽聴きたいなと思ったのがなんか最初モチベーションだったなと思って、うん、最近本当旅行かないなって思ったんですけど、うん、サブスクで聴けるじゃんって今ね、そう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 、今はねすごいよね。があってその現地にわざわざ行ってまで聞く必要がない世の中になってきたから、うん、まあもちろんね円も安いし今はコロナもあったし、 YouTube とかさ、うん、あのフランス語で入れると検索すると、うん、フランスのがいっぱい出てくるわけ。ねね、そうですよね。そう、英語で検索すると英語のがいっぱい出てくるじゃん。だから便利だよな。ね、多分ハングルだって。だからあの今、ね、Google のあの翻訳あるじゃん。うん、あれでハングルで言ったらハングルいっぱい出てくる。だから今日特集したキム・ユルヒさんもさ、うん、カタカナだったらすごい数少ない楽曲しか出てこないけど、うんうんうん、これハングルでやったらもっとすごい YouTube もいっぱい出てくるんだろうなとかさ。ね、だからなんかそういういろんな音楽を今聴けるし、ラジオでもこうやって流してるやつをあのシャザムとかでピッてやると、うん、あこれこれなんだってそこから掘っていったりとかできるから、うん、まあそれでも旅って楽しいですけどね。そうだね、あの現地で行ってその空気を吸って、うんうん、食べ物食べて、うん、屋台とか好きだな俺。あそうですね、屋台はいいですね、うん、あのお腹大丈夫ですか？はい、大丈夫です。屋台とかは、うん、何？屋台とかお腹大丈夫ですか？あ、大丈夫、全然。私もお腹強いんで結構大丈夫なんですよ、うん、なので、ね、屋台でお腹壊したことないな。本当に、うん、そうなんだ。そう、まあそんな感じで、今週も、イチャリバスイングエンディングとなりました、はい、いつもエンディングでかけてる風月節を聞きながらそろそろお別れしたいと思いますが、うん、はい、来週はねお久しぶりに、生放送で
1週間ぶりかお届けしたいと思っております。それでは、今週も皆さんありがとうございました。小浜さんどうでしたか？2週連続で。はい、あのよかったです。どうもありがとうございますということで、また来週もイチャリバスイングお聞きください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。Yes, to me.